はい、こんにちは、バクです。レジェンドオブドラグーンやっていきましょう。前回に引き続き、針葉樹林帯ですね。狼を追いかけていくんだけど、どこに行ったんだろう。こっちの方に来たのかな。これね、マトネスヒーロー分かりました。タイミングが。おりゃ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 っていう声に惑わされて、タイミングを遅らせてしまうとミスりますね。最近分かった。ダートの掛け声がね、ちょっと待って、全然攻撃当たんないぞ、こいつ。ダートの掛け声に惑わされて、タイミングをずらしてしまうとミスりますね。ほら、完璧。分かったぞ、マトネスヒーロー。待って、倒せないんだけど。倒せないっていうか、なんか全然攻撃当たんないよね。あ、まずい。ダートにその魔法は効くんだ。ロゼ強いな。ロゼ一撃で倒せるんだ。待って、ボコスカ殴られてる。ちょっと回復しないとな。あー、持ち物がいっぱいだって。いや、天使の祈りはいいんかな。あ、バトル終了時にアイテムをドロップして、荷物がいっぱいだったら、入れ替えできるんですね。この先は立ち入り禁止だ。誰も立ち入ることはできないのだ。そこに宝箱がある。あれ取れないのかな？じゃあこっちに行くしかないのかな？あ、待って。いるのかな？戦うのかな？回復しておいた方がいい？いや、さすがに回復しておいた方がいい気がするな。ヒールポーションとロゼにも使っておきますか。強いのかな。あそこにいますね。大丈夫なのか。このまま進むか、一旦引くか。どっち。このまま進む。びっくり。帰って。カムイは悪くないんだ。帰ってよ。私たちパーに会ったの。パーはね、君のことをとても心配してるわ。パーが？そうだ。パーはテオがいなくなってから口を開こうとしない。本当に君を大切に思ってるからだぞ。パーがそんなに僕を？パーには君が必要だと思う。でも、カムイはどうなるの？僕が守らないと殺されちゃうんじゃない？そうだぜ。ああ、あれさっきのやつだな。興味なさそうなふりしやがって。やっぱ賞金目当てか。そうはいかねえな。やつは俺がやる。あ、続々と来るな。テオ、こっちに来い。カムイはもう手遅れなんだ。来ないで。あ、強い、でっかいな。助けてくれ。ダート、カムイにやめさせなきゃ。うわぁ、くわぁ、やめてー。吹っ飛ばされたけど、あいつ生きてるのかな。倒しちゃうしかないのかな。倒すしかないのかな。とりあえず。なんだ、なんか後ろに木がありますね。あの木なんだろう。待って、いきなり飛びかかってきた。どんぐらいダメージ受ける？ 298 か。でも耐えられなくない。無属性ですね。ちょっと待って、メルの、あ、スペシャル使いますか。久しぶりにスペシャル使っていきますか。うん、ずっとね、メルがドラグーンに変身できないから、スペシャルができなかったんですよね。そしてメルの変身。まあ、裸にはならないんだ。みんなまとめて変身していきましょう。あ、で、スペシャルを使ったから、これは水のフィールドになったのかな。HP 全体回復プラスステータス正常。水属性の全体攻撃。あ、回復魔法を使えるんだ。もしもダイヤモンドダストとか使ってみましょうか。ちょっとここで試し打ちをしていきましょう。ダイヤモンドダスト。ハンマーが降ってきたけど。まあ氷属性の魔法なんでしょう。あ、すごい。
ダイヤモンダース。ダイヤモンドを切り裂くんだ。546。そこそこダメージ通りますね。いや、後ろの木がとても気になってるんだけど、あれ何ですかね？ターゲットはカムイしかいないんだ。じゃあ、ファイナルバーンしていきましょうか。あ、待って。ちょっと待って。これね、今、フィールドが水属性になってるから、ダートって弱体化するんじゃないの？もしかして。どうなんだろう。味方にも影響あるのかな？あ、全然効かないもん。これどうなんだろう。メルとダートって相性良くないよね。フィールド、スペシャル使うんならロゼの方が良かったな。めっちゃ攻撃してくるな。いやでもドラグーン化してるから、そこまで効かないっすね。いや待って、何回行動すんの？お前もそのパターンか。あ、で、メルのターンだ。あ、MP がなくて回復できないのか。あーじか、今回復すればいいやと思ってたんだけど。できなかった。え？あ、そっか、アディショナルはやらなくていいのか。うん、勝手にパーフェクトが出るんですね。どうよ。すごいな。364。待って、ロゼのターン回してくれませんかね。ロゼにターンが回ってこないんだけど。まだ一回もロゼ動いてないよ。なんかボコスカやられてるんだけどさ。待って、ロゼのターンが回ってこないの何なの？どうしようかな。ファイナルバーストやった方がまだいいんじゃないかな。ドラグーンアディショナルやるよりは。大してダメージ稼げないっすね、ダート。まあ、213しかダメージ入らないよな。やっとロゼのターンが回ってきた。この戦い始まって一ターン目だよ。アストラルドレインしていきましょう。どれぐらいダメージ与えられるかな。まあ、この水のフィールドは影響ないでしょ。280か。あんまり回復できませんでしたね。いや、こいつ、なんか木の上に登って、何？五光が刺してる。なんだ？まあ、それぐらいのダメージなら大丈夫。殴ろう。まあ、これで水のフィールドが溶けますね。いや、こいつ、このカムイね。この狼めちゃくちゃスピードが速いっすね。うん、じゃあメルが戻ったんで、水のフィールド溶けますね。これでダートのファイナルバーンも多少ダメージ上がるんじゃないかな。どうかな？まあ、これでわかりますね。さっきまで200ぐらいのダメージ。ああ、倍になりましたね。やっぱり半減されてるんだ。メルとダートの相性が良くないっすね。全く考えてなかったよ、そんなの。目が光ってる。なんか色々してくるな。何、状態異常かな？どんな効果？いや、寝かせられた。すげえダメージ受けてんだけど。まあ、アストラルドレインのダメージは、変わらないですよね。いや、ダートだけ影響受けてましたね、じゃあ。ちょっと待って、やめろ。アメールがまずくない？当たんないんだ。当たってない。起きないな、でも。でも、ファイナルバースト使えないから殴るしかないっすね。まだね、色変わってないんだけど、こいつ。308。普通にドラグーンアディショナルも効きますね。ちょっと回復したいんだけど大丈夫かな？こいつすげえ行動力高いんだ。ずっと動いてるよ。これはそんなにさっきダメージ受けなかったけど。あ、そうだよね。メルは痛いよね。あ、メル起きました。やめろ。メルを攻撃するな。大丈夫？いや、すげえダメージ受ける。痛いなぁ。メルンを回復しますか？ヒールフォグを使って回復しますかね？ああ、やっと黄色くなってる。やっと黄色くなりましたね。よっしゃ、パーフェクト。パーフェクト出ました。
なんかね、最後の4つ目だけじゃなくて、1、2、3、4っていう全てのタイミングが綺麗に揃わないとパーフェクトにならない気がするな。わかんないけど、感覚的にね。くそ、こいつね。え、326?なんでダートそんなにダメージ受けるんだ。いやもう3連続で行動するとかさ、当たり前になってきたよね。388いて、マトネスヒーローそんだけしか効かないのか。なんかダートの攻撃が全然効かないですね。武器を変えたのが良くないかな。いやもうヒートブレードはねやめたんですよ。どうかな、ストラッティンでどれぐらいダメージ。ストラッティンの方が強いし、ダートより。どういうことよ。ちょっと待って、一回ヒールブリーズ使いますか。いや、ちょ、ダート防御しておこうかな。ダート火ダメもでかいからさ。ハードコアブレード。ロゼが一番強いね、なんだかんだね、やっぱり。ほら、これね、ダートがすごいダメージを受けるんですよ。ダートっていうか、どうだろう、ロゼは今までドラグーンだったけど、まあそんぐらいのダメージが。あ、でも赤くなってるな。もうちょいで倒せる。危ない。あー、どうしよう、ちょっとみんな回復しておこうか。一回ヒールブリーズ使いますか。いや、ちょっと防御しとこうかな。誰か倒してくんない。誰か倒してくれませんか。ダートは防御だな。防御防御して。いや、そればっかりやってくんな。まあ、防御してれば問題ないけど、ちょっとロゼがまずいな。いやー、もうひたすらこればっか。すげえいやらしいな、この狼。痛いんだよ、これ。オッケー、メルがドラグーンになれるからなっちゃおう。フリージングリングっていうのもやってみますか。これまだ使ってないですね。まだ魔法を試すぐらいの余裕はある。フリージングリング。どんぐらいの威力なんだろう。なんか弱攻撃とか強攻撃っていう表示がなかったんですよね。あ、強いな。普通に強いじゃん。いや、でもまだ倒せないのか。倒せてほしいんだけどな、そろそろ。ダートもドラグーンになっておこうかな。いや、一ターンで終わっちゃうか。殴った方がいいかな。いや、まだ倒しきれないのか。ロゼは防御した方がいいと思う。どうせまた全体、あ、違うの。これ痛いんだよな。これすごい痛いんだよな、この攻撃。ほら。メルはもう MP ないから、殴るしかないな。OK、パーフェクト。ほら、なんかね、4つ目だけを注意するっていうか、1から4までのリズム感、なんか全体でパーフェクトが出るか出ないか決まる気がする。まだ倒せない？強くない？これ回復した方がいいんかな？いや、ドラグーンになろうか。ほら、パーフェクト。わかったよ。コツがわかった。やっとだよ。パートいくつだろう？パート40いくつまで来て。やっとドラグーンアディショナルのコツがわかった。あー、倒せた。ね、回復アイテム使いたくなかったんで、なんとか倒せてよかったな、今。暗黒石だって。装備品か。新しいアディショナル覚えないな、なかなか。カムイ、死んじゃやだよ。私、矛盾してるかもしれない。でも、このままにしておけない。白銀竜、お願い。カムイを救って。カムイ？カムイが元に戻ってく。え、元に戻るんだ。カムイ。ちっちゃくなった。なんで？よかった。
カムイを変えていた凶暴な精神を悪銀竜が癒したのですね。テオ、ファーのところに帰って元気な姿を見せてあげるんだ。カムイも一緒に帰って構わないだろう。エム、これなら人に危害を加える心配はなさそうだな。いいだろう。何かあったら俺が責任を取る。テオにとっても、ファーにとっても、それが一番だろうからな。テオ帰ろう。みんな心配してる。うん。ああ、よかったね。お姉ちゃんありがとう。うん。ちょっと一回村に帰りたいな。先に進むとね、仲間いなくなっちゃうからさ。いや、瀕死だよな、みんな。どうしようかな。回復した方がいいよね。ヒールポーション。てか待って、村にヒールポーションって売ってないんだよね。ちょっとバトルで回復、うまく回復しながら行きますか。大丈夫かな?すげえ不安なんだけど。待って、ここはやっぱり通してくれないの?通れないんだ。そこ通れるようになるのかな?やめろ、先制攻撃してくるんじゃないよ。せめて防御させてほしいんだけど。まずいな、さすがに。大丈夫?あ、メル死んだかな?メルが死んだ。こいつらマジ。アイテム絞るの良くないかな?ちょっととりあえず二人回復しましょうか、頑張って。ちょっと待って、復活してすぐに攻撃すんのやめてくれよ。マジうざってえな、こいつら。オッケーオッケー。これでなんとか回復できるかな。ある程度余裕ができたら右のモモンが倒そう。あいつうざってんだ、さっきから。ダートじゃ倒せないんだよな。やべえ、求愛が。ダートか、ダートならいいや。待って、求愛ってダメージ受けるんだ。誘惑されるだけじゃなくてダメージも受けるんですね。うざったいな、このクジャク。いや、でもおかげでだいぶね、回復できました、全体的に。天使の祈り一個だけ消耗してしまったんだけど、まあ、上出来じゃないですかね。ほぼほぼね、回復できてますね。ここで一旦セーブしておきますか。まあ、さっきの狼倒すの、ちょっとすごい時間かかったんだけど、なんか先に進むとメルとロゼが抜けてしまうんで、先に村戻ってみましょうか。帰ってきました。嬉しいな、嬉しいな。カムイが元に戻ったよ。また一緒にいられるよ。もう絶対にカムイと離れない。カムイは僕の大の友達だもん。ああ、話せるようになってる。私、怪物に襲われたの。カムイは私を助けてくれた。カムイは悪くないの。みんながカムイを殺そうとした。私、その時のみんなが怪物よりも怖かったの。だから喋れなくなっちゃったんだ。よかった。本当にテオが無事でいるのか気が気でなかったんだ。テオ、カムイ、どちらも無事でよかった。カムイだって家族の一員なのに信じてあげられなかった。ごめんね、カムイ。カムイを信じてやれなかった自分が恥ずかしいわ。いや、でもとりあえずなんか一つ問題早々に片付けましたね。宿屋に泊まりたいんだよな。ちょ、邪魔だな、お前ら。邪魔だよ。あー、待って、村長の家に行ってみますか。何かあるかな。村長の家で寝れないですかね。あれ、村長がいないよ。村長がいないんだけど、勝手に、あ、いや、ここにいた、寝室にいた。ファーが口を開いてくれたんです。ファーにもテオにもカムイにも、どれもこれも一件落着です。いや、何かないの?泊まらせてももらえないの?とりあえず一泊していきましょうか。まあ、HP がっていうより MP を回復したいんですよね。OK。で、なんかね、人が増えてる気はするんだけど、気のせいかな?いや、前からいたっけ?いろいろくよくよ考えてると、ろくな考えになりゃしないよ。そんな時こそ無心でなきゃ。無心に釣り竿を持っててみ、世界が違って見えるかもよ。ファーが口を開かなかったのは私たちのせいだったみたいね。ファーは人間に怯えて、今まで口を閉ざしていたそうよ。
バーが一番ショックだったのは、俺たちがカムイを殺そうとしたことだってな。かわいそうなことしちゃったよ。テオとファー、そしてカムイ、彼らには悪いことしちまったな。まあでもよかったですね。ほら、なんか人が増えてるんだよね。村を騒がしてたカムイ騒ぎもようやっと終わったよ。しかも一番いい結末でね。カムイが元に戻ってよかったね。カムイはおとなしくなったけど、他の動物は凶暴なままなんだよ。どうしたってんだろう。凶暴なままね。待って、なんか報酬がもらえたりするのかな。報酬5倍っていう話がありましたよね、そういえば。あれ、こいつら生きてたんだ。ただの狼じゃねえんだもんな。賞金5倍でも足りねえよ、ありゃ。ああ、死ぬかと思った。あいてててて、蹴られたところがまだ痛む。あいて。この、こいつら生きてたんだ。ねが、もう少しで賞金5倍は俺様のものだったのに。畜生、悔しいぞ、ねが。あの投げ飛ばされ方でよく生きてたよね。よく来てくれたな。ああ、では約束していた5倍の賞金を渡そう。俺は別に。ファーたちから事件の真相を聞いたか。君たちはカムイたちだけでなく、我々王も救ってくれたのだよ。これは私たち全員からの礼だ。どうか受け取ってくれ。お金かな。あ、500Gももらえるの。大金ですね。カムイとテオには悪いことをしたが、とりあえずことは解決した。ほんと早々に問題が一つ解消しました。まあただね、なんか、先にイベントを見てしまったんだけど、信用樹林を抜ける手前でロゼとメルが抜けちゃうんだよね。あれどうなるんだろう。しばらくメルとロゼ抜きで行かなきゃいけないのかな。すごい僕的には致命的なんだけど。誰を代わりに入れればいい？まあ、アルバートとコンゴールでいいかな。まあ、ハッシェルでもいいかもしれないけど、全くね、装備を整えてないからさ、それが不安なんですよね。まあ、とは言ってもね、他に行ける場所もないだろうから、多分行くしかないんだと思うんですけど、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。続きはね、また次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。